で、まあ、今日紹介するのはこの7項目なんですけど、順番にご紹介をしていきます。でまず、まあ、講義の進め方ということなんですけども、まあ、皆さんの方にはすでにご連絡させていただいていると思いますけども、まあ、ページがあって、そこにそのプログラムとあと実際のデータの方のリンクの情報が入って、ちょっとこれ古いの貼り付けてあるんで、ちょっとプログラムのところはっきりまだ URL 書いてないですけども、まあ、飛ぶようになって、こちらの方に資料があるってことで、まあ、各講師の名前とその中に資料が入っていると思います。で中にはその資料の方がですね、まあ、お配りしているものと同じだとは思うんですけども、若干その修正等を加えているところがあるかもしれないんで、それはちょっとこっちに多分入っているのが最新になると思いますので、ちょっとその差分みたいなものはちょっとひょっとしたらあるかもしれません。でハンズオンを含む実習についてなんですけども、ちょっとそこでちょっと注意事項といいますか、お願いといいますかあります。でそれは、実際そのデータベース等にアクセスしていただくというようなことがありますん で、でこれ多分皆さんいっぺんにやっちゃうと、結構その、負荷がかかったりして、すぐにその反応しなかったりすることがあるんですけども、ちょっとその場合はですね、ちょっと我慢してちょっと待ってください。でおかしいなと思って何度も何度もやっちゃうと、まあ、負荷がどんどんかかってしまって、おかしなことになってしまう可能性があるんで、まあ、ちょっとそこら辺我慢しながら、気長にちょっとやっていただければと思います。あと、講習会のこの各プログラムの進め方なんですけども、基本的にその講師の先生に講師に任せているところがあるんで、例えば質問をその途中で受け付ける先生もいるかもしれないですし、後からまとめてっていう場合もありますかも、あるかもしれませんけど、まあ、その講師の先生の進め方に習ってください。であと、実際そのハンズオンの講習で、うまくついていけないみたいなところ、動作がうまくいかないみたいな場合のところは、手を挙げてもらえば、後ろに何かスタッフがいますんで、ちょっとお手伝いしますんで、遠慮なく、ちょっとうまくできませんみたいなことがあれば、声をかけていただければ、サポートさせていただきます。じゃあ実際に私のプログラムの内容についてご紹介をしていくことにします。最初ですね、生命科学のデータベースの概要って話をします。で最初のところに書いてあるのが、転換期を迎える生命科学というようなタイトルがついています。で生命科学の情報が爆発している、まあ、どんどん情報が増えているということは皆さんも実感していると思うんですけども、例えば、生命科学の論文の数でいうと年間50万件から60万件増えていると言われています。これ、日にすると1000件ぐらい増えているって、もう本当に信じられないぐらいな数で情報が、増えているということになります。で、まあ、そのような中ですね、古典的なその、まあ、仮説検証型の研究だけではなくて、データ駆動型の研究が徐々に増えている。すなわちデータとかデータベースを使いこなして、情報学であるとか統計学であるとか数学であるとか計算機科学などを融合して、まあ、データを統合して新しい知識の発見なり、まあ、あるいは推論をするということが、非常に増えてきている、まあ、少しずつですけども増えてきているということになっています。でこれは、代表的な生命科学のデータベースをまとめた表になりますけども、まあ、皆さん見ていただくと、実際に使っているものももちろんあると思いますし、名前はぐらいは知ってるといったものもあると思うんですけども、まあ、その中の赤で書いてあるところが、まあ、我が国日本で関わっている、まあ、データベース、代表的なデータベースということになります。ちょっとその代表的なデータベースについて、まあ、おさらいがてらちょっと紹介しておきますと、DDBJ、DNA データバンクオブジャパン、DNA の塩基配列を収集公開しているデータベースです。で、PDBJ、プロテインデータバンクジャパン、タンパク質の立体構造を収集、また、その公開をしている、まあ、データベースです。であと KEG、京都エンサイクロペディア、ジーンズ&ゲノムス、というデータベースで、ここでは、生命情報システムとして表現と書いてありますけども、まあ、皆さん KEG っていうと、まあ、パセのデータベースというようなイメージがあるかと思います。で、まあ、KEG なんかは特にそのデータの、まあ、上のものがですね、特にその、こういった基盤的な情報を持っているのに対して、 KEG はその、データの解析なんかでですね、幅広く使われていて、例えばマイクロアレイとか次世代シーケンサーであって、発現変動遺伝子の機能を予測する、特にそのパスウェイのを予測するみたいなことでよく使われていて、まあ、ジンオントロジーと並んでですね、まあ、よく使われているデータの解析で使われている、情報基盤になるかというふうに思います。で、ジンオントロジーのグループなんかは、ジンオントロジーによる、
機能の推定であるとか、あるいは、実験データの解釈っていうものは、これキラーアプリだって言っていうことを言ってますけども、まあ、ケグもそれに相当するような、まあ、データベースで、なってるんじゃないかというふうに思っています。でこれはそのデータをですね、先ほどはその分類といいますか、そのでまとめたものですけども、これはその構築法から見たデータベースの分類ということになりまして、特にその一番上のところにバンク型というのがあって、そこにはさっきちょっと紹介した DDBJ とか WWPDB というものが相当しています。でこれらバンク型のデータベースはどういうものかというと、提出されたデータを受け取り、公開するデータベースで、まあ、広くそのレポジトリと呼ばれているものです。 DDBJ、ジェンバンク、ENA および WWPDB では全世界で解読された塩基配列であるとか立体構造のタンパク質の立体構造の情報を、日米欧、アジア、アメリカ、ヨーロッパを拠点として、重複しないように調整しながら、査定をして受け入れてデータベースに蓄積して公開して共有する、そして、アクセションナンバーを、付与するといったようなことをしている、ちょっと特殊なデータベースであるということが言えるかもしれません。で、こういったそのレポジトリ型のデータベースというのは、この配列であるとか立体構造の情報だけじゃなくて、最近は、その他の情報についてもこういった動きがあるということが、あります。でアクセションナンバーを付与するといったことは、これどういうことかというと、要は、例えば、データを、再利用する場合に、例えば論文でその情報を利用する場合に、このアクセションナンバーを必ず利用しなきゃいけないであるとか、あるいはそのデータを、この配列の情報を決定したり構造情報を、決定した場合にデータを登録する場合にもこのアクセションナンバーが付与されるわけなんですけども、このアクセションナンバーを論文に使わないと、論文の方で、受理されないというようなことになっています。で、ここではもちろん公開することになっているので、実はこの、アクセションナンバーを付与を受けるというような、それを利用するということが、このライフサイエンスにおいてそのデータの共有を促している一つの、モチベーションになっているというふうに言えるかと思います。でデータ共有に関してはライフサイエンスの分野では、皆さんもう普通に、その配列の情報であるとか立体構造の情報というものは共有していくものだというふうに思っていますけども、おられると思いますけども、科学技術のその他の分野、例えば材料工学であったり、あるいはその、合成科学の分野でいうと、こういったその共有というのはあまり進んでいなくて、こういったライフサイエンスのこの共有の、枠組みを真似しようということ、でそうすることによって科学技術が進展をしていって、新しいイノベーションにつながっていったり、産業革命的なようなもう非常に大きな発見につながるというようなことを、期待しているというようなことがあります。で特にその公的資金を使って得られたデータ成果といったものは、市民がですね、人類がその共通で、公平に、その供与を受けるべきであるというようなことから、最近ではその、データは第三者と共有するものというような、考え方が非常に主流になっていて、その時に例えば再現性であるとか透明性、再利用性といったものがそのデータを表す特徴であって、でさらに、新しい技術、大量データのマイニング等の開発が進んでいって、さっき言ったようなデータ駆動型の研究が進んでいって、新しい知識の発見につながるようなことになっていますので、データの共有といったことが、非常に一般化しているということになっているかと思います。であとは、ここにちょっと書いてあるんですけども、市民は二度税金を払わないということです。これは例えば一度その、公的資金を使って得られた成果がちゃんと公開されていなければ、また同じような研究をまた、税金を使ってやってしまうという、無駄な、お金を使うということになって、それもいろいろ問題があるということで、特にその、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有するべきであるというようなことが一般になりつつあるということです。でこれはそのデータの共有ということをもうちょっと広い枠組みでオープンサイエンスという言葉で捉えて、それに関する国際動向と日本の対応についてちょっと簡単にまとめたものです。国際動向としては、2013年に G8 の科学大臣会合において、データ研究データのオープン化の共同声明が出されて、作業部会が設置されて、さまざまな検討が行われているというような背景があります。また国内におきましても、総合科学技術イノベーション会議においてオープンサイエンスに関する検討会が設置されて、例えばデータのレポジトリの整備などの議論が進められているということになっています。
一方でですね、その研究者サイド、研究のコミュニティの中でもやっぱりデータを共有すべきであるというようないろんな動きが出てきて、その中で今最近よく、皆さんも聞いたことあるかもしれないと思うんですけども、フェア原則といったものがよく出てきます。でこれはデータの性質としてファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブル、要はこういったものの頭文字を取ってフェアと言っていて、でちょうどそれがですね、その語呂もいいってことでよく最近そのデータを共有するそのスローガンみたいな感じでよく使われているものです。でこれは2011年頃から、欧米を中心とした研究コミュニティで議論が開始されたもので、で私どももこの NBDC もこのような取り組みを通じてデータの共有、あるいはそのデータを共有するような基盤の整備というような取り組みに当たっているわけです。で実際に、そしたら私ども JST あるいはその NBDC というところが何をしているかというようなことを、ちょっと簡単にご紹介をしていきたいというふうに思います。まず JST の役割としてですね、幅広く科学技術情報を取り扱っているということ、皆さん JST だとそのファンディング機関であるというようなイメージを持っている方多いと思うんですけども、それ以外に科学技術全般を取り扱っていて、例えば研究開発戦略の立案とか提言というのを行っていますし、実際にデータベースを作っていってそれを公開するということもしていますし、特に若手のですね、人材の育成ということに当たっています。でまた特にその中で私どもその、JST の一組織として NBDC、バイオサイエンスデータベースセンターというのがあるんですけども、そこでは生命科学のデータベース、生命科学の情報に特化したさまざまな取り組みをしています。例えばデータベースの研究開発の戦略の立案であるとか、データベースの充実であるとか、各省庁のデータベースの統合であるとか、基盤技術の開発であるとか、ファンディングプログラムを提供したりであるとか、データの公開をしたりとか、国際連携というのことをしています。その中のファンディングプログラムについてはちょっと今画像を 見づらくて申し訳ないんですけども、お配りした資料の中に NBDC のパンフレットがあると思うんですけども、そこにですね、私どもが、ファンディングをして各分野の統合のデータベースを、構築していくというような、取り組みを支援させていただいています。でこれまでに、十数件存在しているんですけども、細かい内容はそのパンフレットの方を見ていただければというふうに思います。でもう一つはその基盤技術開発っていうのは、これは 何をしているかっていうと、私どもそのこういったそのファンディングプログラムで各分野のデータベースの統合を進めていただいてますけども、そのデータの成果をどうしているかっていうと、一つのそのデータベースの器に入れるというような、ここにある中央集中型 DB というのではなくて、連邦型 DB というような形をとっています。これは各拠点にそのデータはそのまま置いておいて、でそれを有機的につなぐような形で連携しながらデータを統合していくという取り組みをしています。でその基盤技術に開発、基盤の技術になるようなものの開発っていうのは、共同研究で DBCLS、ちょっとここにも書いてあるんですけども、情報システム通信機構ライフサイエンス、統合データベースセンターというところと共同研究で、これ名前が似て、皆さんにちょっと誤解することもちょっと後からまた、その NBDC との関係なんかにもちょっと、言及することがあるんですけども、こういったところと共同研究をしながら、データベースの統合を進めているということになります。でこれも同じくパンフレットの一番裏側のところに、統合データベースの遠隔といった、この年表があるんですけども、簡単にちょっとご紹介をしていくと、2000年にですね、ゲノム情報科学における我が国の戦略についてというような提案がなされまして、2001年に JST にバイオマツクス推進センターバードといったものが設立されました。これは懐かしいなと思われる方もいるかもしれませんけども、そういったものができて、2005年には、我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース整備戦略にのあり方についてというようなやはり提言がされて、2006年に、文科省の統合データベースプロジェクトが開始されて、2008年に、統合データベースタスクフォースの報告書において、DBCLS と、先ほど紹介した、BARD が、一体的なその運用の提言ということを受けて、2011年に私どもの そのバイオサイエンスデータベース、バイオサイエンスデータベースセンター NBDC が設置されたということになっています。この辺のところもですね、関心のある方はちょっと詳しく見ていただければというふうに思います。
で、まあ、その他の私どもの大きな役割として、実際に私どもがファンディングしているデータベースを私どもの方で、あるいは、まあ、世の中にあるすで、に構築されたデータベースの公開のお手伝いをしたり、さまざまなそのデータベースの検索のサービスなどを提供しています。で、この後はその具体的な私どもの取り組みについて一つ一つちょっと紹介していこうと思います。で、その前に、私どもそのデータベースのサービスを展開するにあたって、ユーザーの方からですね、まあ、いろんなその要望を受けています。で、それに対するその要望と、まあ、ソリューションといったものを用意しています。例えば一つ目として、どんなデータベースがどこにあるかわからない、欲しいデータはすでに誰かが作成しているのか公開しているのではないかというようなことに対して、私どもはデータベースのカタログといったものを作っています。まあ、データベースの電話帳のようなもので、どこにどういったデータベースがあるのかって分かるような一覧を作成しています。2番目として、複数のデータベース内を横断的に検索できないのかと、データベースごとに訪れて検索するのは非常に手間である、文献特許などのデータベースのを一括して検索できればというようなことに対しまして、複数のデータベースに対して一つのキーワードの窓口を設けて、検索の窓口を設けて一括して検索できるようなデータベースの一括検索サービスというのを提供しています。また、3つ目として、データセットを取得できないかというような要望に対しまして、もうちょっと具体的に言いますと、インターフェースにとらわれずに自由に使いたい、手持ちのデータと組み合わせて見たいと。で、要は自分が持っている例えば Excel の表であるようなデータがあって、でさらに他のデータベースのデータ、要はカラムを一つ分ですね追加したいといった場合に、そのデータセットを丸ごと取得して、その自分のデータとマージして、新しいその知識の派遣につながるというような使い方もあるかと思うんですけども、そういったためのデータの一括ダウンロードサービスといったものも、進めております。で、また一方ですね、そのデータを利用する際の問題点に関しても、まあ、いくつか私ども取り上げていて、それに対するソリューションといったものも用意しています。例えば、求められているデータが入っているか、使いたいデータが見つからない公的データベースの公的プロジェクトの成果が非公開になっているようなんだけど、どうなっているのかというようなことに対しましては、データを集めるための仕組みを工夫したり、あるいは公的研究には帰宅を義務付けるというような取り組みをしています。また、どのようなデータが入っているか、まあ、分からない、多種多様のデータがあって、データ項目の説明がバラバラであったり、あるいはひどいものにあるとない場合もあると。で、分野ごとにバラバラな用語が使われているという中で、私たちはそのデータベースのデータのフォーマットの標準化を進めていたり、データの説明、メタデータの標準化というのを進めています。で、特にこのメタデータというのは、この後の、お話の中でもいくつか出てくるので、そのデータを説明するためのその概要のデータというふうに考えていただければと思います。で、また、実際にそのデータを見つけられても、それをどのように使ってよいのかわからないという場合があります。利用に際して条件がバラバラだし、そもそもどこに書いてあるのかわからない、その利用についてのですね、説明条件みたいなものがどこに書いてあるかわからないということがよくあります。商用可能なのか、契約が必要なのか、使用料が必要なのか、論文に引用してもいいのか、その場合どういうふうにしたらいいのかといったようなことが、まあ、非常に分かりづらいというような現状があったものですから、まあ、それに対して利用条件の標準化であるとか、その利用条件の明示化といったことを進めていて、データ作成者の著作権の表示であるとか、商用なのか非商用なのか、公開の条件は何なのか、引用方法はどうしたらいいのかというようなことを明示化するということを進めています。で、この今言った、この利用条件を表示化明示化するために、私どもはクリエイティブコモンズといったものを使っています。これについては、最近、ウェブのですね、著作物なんかでも比較的よく、まあ、こういったマーク見ると思うんですけども、まあ、私どもこのデータベースについても、このクリエイティブコモンズの、仕組みを、使っています。すなわち再利用と共有を促進する仕組みなんですけども、ここでは、ライセンスとして、まあ、4つの、内容があって、まあ、それを組み合わせて、まあ6つですね、6つの、ラベル、利用条件を選択するようになっているんですけども、例えばその1つは、表示と呼ばれているもの、これはその作品のクレジットを使った場合には表示する、改変禁止、まあ、これ、改変してはいけないということ。あるいはその非営利なのか営利なのか、
非営利で営利目的で使用をしないといった禁止の条件であったり、シェアライクってこれちょっと継承と言われてちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、例えば元のそのデータベースと、自分のデータベース自分のデータを組み合わせてそれを、また公開するような場合には元のデータベースの、このクリエイティブコモンズのライセンス同じライセンスで、公開するといったものなんですけども、この4つを組み合わせて今、6つの、条件を、データベースの作成者著作権者は選ぶことができて、これを表示することによって利用者がこれに合った利用の仕方ができるというふうになっています。例えばその中でもこちらに左の方にあるものが非常にその自由度の高いもので、私どもはこの CC BY というような条件であるとか CC BY SA と呼ばれている条件のものをこのデータベースのオープン化に向けて推進しているといいますか、お勧めしているというものになります。で、パブリックドメインというのはご存知のようにその著作権はもちろんあるんですけども、使う場合に、その、クレジットの表記も何もなく使っても構わないというようなものです。でここでクリエイティブコモンズを使う場合に、ちょっと勘違いがいくつか、している方がいらっしゃるんですけども、大きく分けると2つあって、そのうちの1つがこのクリエイティブコモンズのこのそもそもこのクリエイティブコモンズを使おうというそのデータベース、要は著作権者はどういうつもりでこういったクリエイティブコモンズを使っているかというと、基本的にはデータを公開したい、みんなに使ってほしいというような気持ちでこういったものを使っているわけです。で、実際にこのマークを、このマーク例えば CC BY というマークだったら、そのマークがついているデータベースを使う場合には、その条件さえ守っていれば、特にその著作権者に連絡しなくてもいいということです。で CC BY SA っていうのもこれもさっきちょっと紹介したんですけども、オリジナルのデータベースに対して新しい自分のデータを加えてデータベースを公開する場合に、同じく CC BY SA で公開するとともにそのオリジナルのデータベースのクレジットの表記をする。でそれさえしていれば特に連絡する必要なくて、自由に使えるということ、要は、利用する側もデータを提供する側も、いろんなその面倒な手続きを省いてデータの共有化を促すことができるというのがこのクリエイティブコモンズのメリットであります。でもう一つは、例えばここに CC BY NC というのがあります。これはクレジットの表記を使う場合にクレジットの表記をする場合と、NC これはノンコマーシャルなので非営利でしか使えないというようなことなんで、このデータ、このマークがついているものに対してはこれ営利目的で使えないんだなというようなことではあるんですけども、これは何も特にその著作権者に連絡しなければこの条件で使わなきゃいけないんですけども、個別に著作権者と連絡を取って非営利でも使いたいんだっていう交渉をして、それがちゃんとうまく交渉がうまくできればですね、NC 営利でも使うことができるということなので、そこら辺ちょっと勘違いされている方がいるんですけども、特にその基本的には繰り返しになりますけども、データの共有を促すための手続きを簡略化してその共有を促すといったような目的で使われているものです。ちょっとその前置きが長くなりましたけども、じゃあ実際の私どもの その NBDC のサービスについていくつかご紹介をしていきたいというふうに思います。で NBDC のページは、Google の検索で NBDC と入れると多分一番最初に出てくると思いますし、ここに URI があるのでこれを叩いてもらうと、このページに、飛ぶことになるかと思います。で、そのNBDC が取り扱っているサービスについてはこのサービスっていうところがあるんで、これをクリックしてもらうとこういったそのサービスのメニューが表示されます。で今日はこのうちの上に今1,2,3,4,5,6、6個について簡単にちょっとご紹介をしていきたいというふうに思います。で私どもこの紹介して取り扱っているデータベースはこれまで50種類以上のサービスを提供していまして、生命科学分野のデータベースの関連で基本的にはその登録不要で無料でどこからでも誰でも使えるようなことを売りにしています。でまず最初に、最初のそのデータベースがどこにあるのかわからないという、そのデータベースわからないというに対するソリューションとしてのデータベースのカタログについてご紹介をしていきます。
で、私ども紹介、提供しているデータベースのカタログの正式名称はインテグバイオデータベースカタログというような名称でご紹介させていただいています。国内外の生命科学系データベースの所在の情報や説明情報を提供するカタログであるということです。で、収録のデータベースが2336件、これはちょっと資料を作った時から増えていると思いますので、数はちょっと、増加傾向にあるというふうにな増加傾向にあるというふうにということです。で、国内のデータベースで言いますと1200件以上のものが収録をされています。で、20種類以上の記述項目があって、先ほど紹介したメタデータという、要はデータを説明するような概要の情報の項目として20種類ぐらい持っていまして、データベースの名前であるとか URL であるとか、運用機関名であるとか生物誌であるとか、説明などの情報を持っています。で、これに対してそのデータベースはキーワード検索であったりカテゴリーの絞り込みによって、自分の探しているデータベースを見つけることができるような、インターフェースを持っています。じゃあ実際にちょっと皆さんには、もし、パソコンの方で試してみたい方がいれば、このページに入っていただいて、この NBDC のサービスのページを開いていただいて、インテグバイオデータベースカタログのこの場所を確認してもらって、その左の下にオリジナルサイトというのがあるので、そこをクリックしてください。そうすると、このカタログのページが出てくると思います。で、実際にどういうふうに使うかということを最初にご紹介をしておきますと、そのまず画面の構成ですけども、左の方が一覧、このデータベースを検索するそのキーワード検索をする窓口があって、その下の方には、そのデータベースの分類であるとかそのタグの情報があるんで、これでデータベースを絞り込むことができるようになっています。で、真ん中のこの画面のところはそのデータベースのリストで、例えばその検索の条件に、検索の条件によってリストアップされたものがここに表示されるということになります。で、この画面の右の方には新着の情報であるとか更新の情報であるとか、各種の関連の情報が表示されるというような画面になっています。で、実際に、キーワードを入れてみて、皆さんもし関心があればちょっと入れてみてやってみていただければと思うんですけども、例えば、主要と入れていただくと、その主要に関係するデータベースのリストが、こちらの方で真ん中の画面で表示されることになっています。ここでは、22件のデータベースがヒットしているということを、示しています。で、また、このキーワード検索ではなくて、この各データベースにはそのデータベースの種類というようなもの、種類あるいはその、扱っている生物種の情報といったものを、先ほどのメタデータというところで、説明をつけているんで、それを選ぶことによってデータの絞り込み、データベースの絞り込みができるようになっています。で、ここにありますように、ここで、ここを選んでもらって、で、選んだものがこの上の方に表示をされるということで、で、実際にその、タグを持っている、情報を持っている、データベースがここにリストアップされるということになります。で、これを、条件を解除したい場合には、この、×の印があるので、そこを、押していくと、一つ一つまた解除されて、元の状態に戻るということになります。で、これはその、その中のデータベースの一つの ICGC データポータルといったものの、データの、メタ情報をちょっと紹介するものなんですけども、見ていただくとですね、画面の左の方、上の方にですね、サムネイル図ってちょっとデータベースのその画面の、絵が出てきます。で、その上の方にですね、そのデータベースの名称が出てきているんですけども、これをクリックしてもらうと、そのデータベース、オリジナルのデータベースに、飛ぶというようなことになります。ここにですね、説明文のところの一番、このお尻の部分に詳細っていうのがありますけども、こちらをクリックをすると、これはその私どもが今収集しているそのデータベースのメタ情報のページになります。どういった生物誌であるのか、どういった名称のデータベースであるのか、運用機関がどこなのかといったような情報を、私どもが整理した情報が見れるようになっています。で、私どもこのデータベースカタログでは、その私どもが提供しているその、他のサービスとの連携も積極的に図っていて、その中で例えばアーカイブのサービス、これはちょっと後から紹介するデータを一括してロードできるサービスなんですけども、そのデータベースの中で私どもの方でデータを一括ロードできるようなデータを、帰宅を受けて、提供しているということがあるので、そういった
データを一括してダウンロードできるようなデータベースであれば、その情報のリンクの情報がついていたり、この統合テレビっていうのは、これは皆さんご存知の方もいるかと思うんですけど、DBCAS の方で整備していますデータベースであるとか、バイオマティクスのツールの使い方を紹介する動画のページなんですけども、その該当するデータベースについて、その使い方の動画がある場合には統合テレビといったこういったリンクの情報がついているので、それを見てもらうと、その動画でそのデータベースの使い方が分かるというふうになっています。またその一括ダウンロードというこの情報もついてますけども、これはそのオリジナルのデータベースの方で、中にはその検索だけではなくて一括してデータセットをダウンロードできるといったサービスを提供しているものもあるので、それについて私ども調査をして、オリジナルの方で一括ダウンロードができるようなページがある場合には、その URI の方に飛ぶようなリンクの情報をつけています。で、私ども今整備しているこのデータベースカタログの、肝になる部分というのは、何度も紹介しているように、各データベースを調査して、そのデータベースのメタデータを作っている、標準的な書式、標準的なその共通の項目を使って、そのデータの整備、メタ情報を整備しているということなんですけども、その我々が整備しているメタ情報の情報はダウンロードすることができて、ちょっとこの左下の方にちょっと見にくいかもしれないんですけども、ありますけど、そのパブリックドメイン、要はこれについて私どもが整備したメタ情報については、その再利用する場合、利用する場合に、特にこのNBDC のデータベースカタログを使ったその使いましたというような表記もなく、自由に使えるというようなライセンスの表記をしています。で、ちょっとここで勘違いしてほしくないのはですね、個々のそのデータベースのライセンスではなくて、ここで紹介しているのは私どもが整備しているそのメタ情報だけですので、個々のデータベースのライセンスはまた各自ですね、実際にその見ていただく必要がある。ちょっとこの辺ちょっと勘違いされる方がいて、ここでパブリックドメインになっているので全部がそうだというふうに勘違いされる方がいるんですけども、そうではないということをちょっと注意しておいてください。それでは実際その実習という形で、検索のちょっとお題目を挙げて置いたので、ちょっと時間もあまりないんですけども、ちょっと、やってみてください。もしですね、自分の関心のあるキーワードがあれば、これにとらわれずにですね、自分の好きなキーワードで検索をしてみてください。で、回答の方はその次のページにあるので、それを見ながらでもいいので、ちょっと試してみてください。そんなに難しいことじゃないんで、もうすぐ終わってしまうと思うんですけども、正解の方が次のページにあるんですけども、基本的にはその今この実習ではタグの情報をうまく活用していくと、今お題目で挙げたようなことは全てできるようになっているということです。一応ですね、ここにですね、このページのところに、本カタログの使い方というような、やっぱり動画がで統合テレビの方で動画を作っていただいているんで、わかんないことないと思いますけど、もし、もうちょっと進んだ使い方をしたいという場合には、こちらの動画の方を見ていただくと、その使い方が、さらによくわかるんじゃないかというふうに思います。はい、じゃあそれではですね、その引き続いて一括検索の、サービスについてご紹介をします。で、これは、さっきもご紹介したように複数のデータベースを一括して検索するサービスです。検索の窓口を1個設けてやって、そこにキーワードを入力していって、複数のデータベースに対して同時に検索ができるサービスです。で、皆さんその研究の過程において、一つのデータベースで全て完結するわけじゃなくて、いろんなデータベースについて、行ったり来たりしてやっていくってことなんですけだと思うんですけども、それが一括してできるというようなサービスです。で、現在この、対象になっているデータベースが652件で、これもどんどん増えていくような傾向にあると思うんですけども、中にはちょっとそのサービスが、停止してしまったりということで、若干その、下がっちゃうこともあるんですけども、大体数百件以上のデータベースに対して現在は、一つの、同時に検索することができるようになっています。で、検索のキーワード、基本的にその Google の検索のようにキーワード検索なんですけども、その検索のキーワードの日英相互翻訳が可能になっていて、これはその京都大学の金子先生の方で作られているライサイエンス辞書の方を使わせていただいていて、翻訳をしています。
で、検査結果の絞り込み機能としてデータベースのカテゴリー別であったり、あるいはその遺伝子の名称の情報を、リストアップしたり、あと類似のキーワードの表示といったこと、これちょっと実際に、事例を紹介するんでその方が分かりやすいと思うんですけども、シソラスと呼ばれているその、科学術用語といいます生物学用語の、辞書のようなものを持っていて、入力したキーワードに対してそれと関連しそうな何かそのキーワードがあればそれを表示をしたり、それにあたるその上位の概念の言葉をリストアップしたり、まあ、下位の概念をリストアップしたり、あるいは別名の情報といったものを表示したりすることができるような辞書を活用しながら、まあ、便利な検査ができるように取り組んでいます。でちょっとその前に、まあ、Google と同じような検索ができるサービスであるという話をしましたけども、じゃあ Google と何が違うのかというようなことをちょっと非常に簡単な説明でですけどもちょっと紹介しておくと、例えば、まあ、Google でマウスと検索すると、まあ、実際にそのライフサイエンスの方が欲しい場合にはこの、まあ、哺乳動物のマウスであることがほとんどだと思っていて、その、コンピューターの入力装置である、まあ、こっちのマウスはあんまり多分出てきてほしくないというようなことだと思います。で、まあ、今のその Google のような検索だと、まあ、これがその、まあ、どういう順番付けで出てくるか分かりませんけども、ライフサイエンスの分野で特化して使う場合には、まあ、哺乳動物のマウスが優先的に出てきてほしいし、できればこっちの方が、出てこなくてもいいような感じになっているかと思います。で一方その、Google 検索は通常ですね、非常に優れた検索の、エンジンですけども、実はそのデータベースとして要はそのウェブとして公開されているもののうち、まあ、全てがその検索の対象になっているわけではなくて、ちょっと細かい話はちょっと省きますけども、一部の情報しか実はその検索の対象になっていないということです。でこちらの図にも見て分かるように、まあ、いろんなその検索のエンジンがありますけども、 Google で撮っているもの、例えば Yahoo で撮っているものは重なりも非常に大きいんですけども、それ以外の部分、要は撮れてない部分も結構あって、必ずしもそのGoogle が全て網羅的に情報を収集しているわけじゃないということです。で、それに対して私どもの提案している、横断検索サービスといったものは、ライフサイエンスのデータソースに対して Google 検索のようなキーワード検索ができるような、ことをしている。要は、そのデータのソース、検索の対象として、Google が検索できないような、情報資源を検索の対象にしているというようなことをしています。でこの2つのことからちょっとまとめていってみますと、要はそのこういったもの、その要はフォルスポジティブみたいなデータはなるべく捉えないようにして、であとはその Google で捕まえきれないような情報も捉えられるような、検索のサービスであるというふうに、まあ、大まかに捉えていただければいいかと思います。で対象としているデータベースなんですけども、まあ、こういったものを対象としていて、まあ、特に、特許の情報であるとか、学会の要旨の情報であるとか、この文献の情報、特にこの日本語の文献に対してその情報を求めているので、これに対しては、例えば Google で引っかからないようなものについても引っかかるようになっているというようなことが特徴になっているかと思います。で実際に、その横断検索のサービスをご紹介していこうと思うので、先ほど何度も紹介しているように、NBDC のページからそのサービスのところを選択してもらって、そこにある、クロスサーチといったところを見てください。でそこのオリジナルサイトっていうのを選択してもらうと、まあ、こういったその検索の画面が出てくるかと思います。でこれがまあ見てもらうと分かるように、 Google と同じように検索のキーワードがあって、ここに検索をして、まあリターン機実行すると、そのキーワードを含んでいるデータベースのリストが表示されるようになります。でここではちょっとその選択肢としてデータベースとヒット件数っていうのが2つあるんですけども、まあ、今回はそのデータベースったものを中心にちょっとご紹介をしますけども、別に違うデータソースを使ったり別のそのデータ結果を出すというわけではなくて、データベースの方にはデータベースを選択した場合には通常の Google と同じようにそのキーワードを含んでいる、まあ Google だったらウェブページをリストアップしていくと思うんですけども、この場合はデータベースの、をリストアップしていく。でこのヒット件数っていうのは、先ほどちょっと紹介したようにそのデータベースをカテゴライズしていて、カテゴリー化していて、でその中の、どういったデータベースで何件出ているかっていうその件数を先に、表示をしていって、でその、自分の必要な、データベースのカテゴリーのところを見ていって、さらにその下位のところを選んでいって絞り込んでいくというような使い方をする場合にこちらを使うわけで、まあ、特にそのデータの検索の結果が異なるというわけではありません。
で、検索をここのキーワードを入れるわけなんですけども、例えばインフルエンザっていうのを調べるときにインフルと途中まで入れると語句のサジェスト機能によって、この候補になるようなものをリストアップしていくの、リストアップされるのでそれを選んで、検索キーワードの入力を省くことができます。で、詳細検索というこの上の方に詳細検索とか、まあ、ヘルプとかいろいろあるんですけども、詳細検索といったものについては次のページでちょっと紹介をしていて、まあ、これも Google の、まあ、詳細検索っていうのは確かあったと思うんですけども、それと同じようにですね、あとパブメドかパブメドでもあると思うんですけども、このキーワード入力の以外にもその、更新時期を絞り込んだ、指定したり、翻訳の日英の翻訳をオンオフしたり、対象のデータベースを、まあ、絞り込んだりというような、まあ、ちょっと細かい設定ができるようなものも、あります。でこれは実際に検索をした結果、インフルエンザを使って検索をした結果になります。でここでそのインフルエンザといったものを含んでいるそのデータベースのリストがざらっと並ぶような形になります。でそこで、まあ、どこで引っかかってきた、今ちょっとこの、まあ、ちょっと設定によって、この今インフルエンザで入れたところ、マッチしているところが太字で Google の場合は表示されたりしますけども、ちょっと今仕様の関係でそういうふうになっていないんですけども、その検査の結果のまあスニペット、要はその検索のそのデータベースのどの部分でヒットしているかというようなことを、簡単なその文字列を表示するようになっています。で先ほどもご紹介したようにそのインフルエンザに対して、日英翻訳の辞書を使ったり、語彙の、シソーラスと呼ばれている辞書を使って関連する用語を提示したり、あるいは同義語の情報を提示したり、英語の情報を提示したりというようなことで、こちらの方で提示されているものに対してまたこれがクリカブルになっていて、これを選ぶと例えば流行性感冒というようなものに対して検索をかける場合にはこれをクリックしてもらうと、まあ、そちらの方で検索がかけれるようになっています。でちょっと最初に紹介したようにヒット件数といったものを最初の方ですね、検索のところでここでヒット件数といったものを選んで検索した場合の検索の結果なんですけども、基本的にその検索自体の結果は変わらないんですけども、最初にそのデータベースのカテゴリーの情報が出てきて、そこで何件ヒットしたかという情報が出てきて、実際にその必要な情報を探していくときには、この解の構造があるんで、それをポチポチと開いていって展開していって自分の必要なデータベースを見つけていくというようなデータのたどり着き方をすることもできます。でここもちょっと時間を差し上げますんで、ちょっと横断検索のところでちょっとお題目をちょっと上げてますけども、自分の興味のあるところでちょっと検索をしてみてください。実習の7のところでですね、2つのキーワードを組み合わせて検索をする場合を試してくださいという例がありますけども、通常の Google と同じように言葉を2つ並べてやってスペースを入れてやると、一応その and 検索両方を含んでいる結果が出るようになります。で、or 検索する場合には縦棒をよく使うんですけども、分かりますかね、もし分かんなかったら、このヘルプのとこにですね、検索の、これですね、ヘルプのところに検索の、使い方、 or 検索の使い方であるとか and 検索の使い方の説明があるんで、こちらは見ていただければと思います。大体お分かりですよね。ちょっと簡単にじゃあ、答え合わせみたいなことをしていこうと思うんですけども、まあ、インスリンで検索をして、実習5の6についてはその遺伝子、インスリンに関係する遺伝子の情報といったものが関連遺伝子というような情報としてここに表示されているので、まあ、必要な情報をまた選んで、絞り込んで、検索をすることができるようになっています。でさっき言ったそのand 検索の場合にはこのスペースを入れてやるとこの両方を含んだ情報の、検索の結果が出てきます。でパブメロとか J グローバルといったもののリンクの情報を持っていて、まあ、ここではインスリン脂肪肝といったもので検索をしていますけども、まあ、パブメロで検索する場合にはもちろん日本語は対応していないので、この場合は、英語に変換をしてインスリンとファッティー
ればですかというような形で変換をして検索をしてくれるというようなことがあります。でもう一つ、J グローバルっていうサービスがちょっと出てきましたけども、これはNBC の私どものサービスではなくて JST の、サービスの中で科学技術情報を、全般をですね取り扱っている、検索のサービスなんですけども、特にこのJグローバルのサービスの大きな特徴、他のところにあまりない特徴として、その研究者の情報があります。例えばここで今、インフルエンザというような、あるいは脂肪肝といったもので検索をしていますけども、インフルエンザであるとか脂肪肝に対して研究論文研究をしている先生、あるいはその、申請をして報告書を書いているといった、ここに今出ているものかな、これはちょっと文献なんですけども、研究者の先生の名前のリストを収集することもできるんで、そういったその専門の先生みたいなものを探すときには、この J グローバルというサービスが非常に有益であるというふうに考えています。で、横断検索についてはそのモバイル、要はスマートフォンであるとか、そういったものでも一応検索できる。ちょっとこれ画面が古いんで、ちょっと、改良されているところもあるかもしれませんけども、一応、そういったその、モバイル端末でも検索ができるような、インターフェースを持っています。で、次にこの最後の3つ目のですね、データの一括ダウンロードサービスについてご紹介をします。でこれはさっきも紹介したように、自分が持っているデータセットに対して、公開している他のデータベースの情報を組み合わせて使っていくような場合には、一個一個その検索していくよりもそのデータ の, その、生データそのものを入手した方が便利な場合があるんで、そういったものに対応したサービスになります。で、このデータベースの一括サービスは私どもは、生命科学系データベースアーカイブといった名前でご紹介させていただいています。国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスで、現在142件、データセットがあります。これも増える傾向にあるかと思います。でデータの書式なんですけども、 CSV であるとか RDF の形式、これ RDF についてはちょっとあまりその聞き慣れない言葉であるかもしれませんけども、ちょっと時間があれば後から紹介をしますけども、標準的な形式でデータのダウンロードが可能になっています。要はデータの統合しやすいような形でデータの提供を行っています。であとは何度も出てきてますように、そのデータベースやデータセットに対する説明の情報、メタデータというのを整備しています。そうすることによって必要となる情報を見つけやすくするということをしています。でデータは一応クリエイティブコモンズのライセンスを基本的に使っています。その中でも比較的自由度の高い CC 表示である、 CC 表示継承といったライセンスであったり、 CC 表示 CC BY といった表示を基本的に使っています。中にはちょっとなかなかそのライセンスの関係で、必ずしもこの CC BY とか CC BY SA になってないものもあるんですけども、基本的にはそういったものでデータの公開をしています。でこれは、そのデータベースアーカイブで提供しているデータベースの、カテゴリーを表しています。このようには幅広い情報を今提供できるようになっています。実際にその生命科学系データベースアーカイブの使い方についてご紹介をします。で何度も紹介しているように NBDC のページのサービスのところにあるこのサービスのリストの右上にあるのがこのアーカイブなので、そのオリジナルサイトをクリックしてもらうと、こういったその、アーカイブのサービスのページが表示されると思います。で使い方としては、上の方に説明があって更新の情報があって、真ん中より下のところに、その検索のキーワード検索の窓口があります。でその下のところに、そのデータベースアーカイブで収録しているデータベースのリストが並ぶという形になっています。で一応詳細検索で画面を持っているんで、キーワード検索以外にも、データベースの分類を使ったり、あるいは、プロジェクトの名前であったり、作成者とか、生物種で絞り込むことができるようになっていますけど、今のところまだ百数十件なので、詳細検索を、しなくても、結構その、引っかかってきたものをざーっと眺めればいいのかなと今はちょっと思っています。
で、まあ、より詳細な検索もできるようになっていて、ブラストによる配列の相当性の検索もできるようになっています。で、このデータベースアーカイブの中にはその配列の情報も収録しているので、その、塩基配列の情報をそのまま、検索として内掛けることもできます。で、画像の情報を含む画像の情報もこのデータベースの中に収録しているデータベースの中に、含まれているものがあるんで、そのメタ情報を使って例えば、まあ、花とか、そういった情報を使って花の画像を見つけるっていうことができます。ちょっと3番のところはちょっとまた、後からちょっと紹介しますけども、まあ、こういった、まあ、いろんな検索も一応できるようになっています。で、今紹介した、ブラスト検索のようなこういった窓口があるんで、これは塩基配列の情報を、まあ、コピーして貼り付けてやると、アーカイブに入っている、その、マッチしたものが見つけることができますし、ここでは、なんて入れてるのかな、これはフラワーと入れてやるとその花の画像が出てきたり、これはその、シグナル伝達パスウェイの、一つのパスを表してるんですけども、そこでその、フラワリングとか例えば花に関係するようなプロセスの情報の、遺伝子間の関係の情報を、まあ、この例としては表示したりしています。じゃあ実際にこのアーカイブの使い方を紹介する、実習の例を紹介して持ってきているんで、ちょっとやってみようと思う。ちょっとこれはですね、実際に、この画面を見ながら、ちょっとやっていこうと思います。で、まずですね、 OpenTG Gates っていうそのデータベースをの情報を、まあ、見つけようということをします。で、 OpenTG Gates ね、ちょっとここに紹介があったと思うんですけども、医薬基盤健康栄養研究所の方で、開発をしたそのデータベースで、170種類の化合物をラット個体およびラット、人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現とその毒性のデータベースなんですけども、まあ、そのデータベースのデータを活用するってことをします。で、まあ、この場合には例えば OpenTG Gates と入れてやると、まあ、そこの、文字列1でこういった、リストが出てきて、その中のこの下のものを、今ちょっと見に行こうということをします。で、ここで表示されているものはその、マッチしたものなんですけども、データベースのカテゴリーであったり、代表者の名前、データベースの代表者の名前であったり生物種の情報であったりということが表示されている中で、一番右のところに利用許諾というものがあって、これはクリエイティブコモンズのこういった許諾で公開をしてますよということなので、まず実際にそのデータベースを使うときにどういう許諾、利用条件なのかということを確認する場合には、これをクリックするとこういったページが出てきていて、まあ日本語で説明をしてあって、これに習う限りは先ほども紹介したように特に著作権者の方に連絡を取らなくても、このルールを守っていけばデータベースの利用ができるというようなことになります。で、データベースの、その中身の説明を、見る場合には、このサムネイル図、この図の部分、もしくはその、データベースの名前の部分をクリックをすると、この私どもが整備している各データベースのメタ情報のページになります。いわゆるそのデータベースの名称の情報であるとか、作成者の情報であるとか、連絡先の情報であるとか、データベースの分類の情報であるとか、生物の情報が、まあ、このように見て取れます。で、ここにまた最初に戻って、このところにですね、ちょっと小さくて見づらいかもしれませんけど、ダウンロードというところがあります。で、このダウンロードというところを押すと、この OpenTG Gates のデータベースのダウンロードが行えるわけなんですけども、すぐにそのダウンロードが始まるわけではなくて、ちょっとワンクッションあって、このデータベースのダウンロードのページに一旦飛びます。というのは、この OpenTG Gates の中には、いくつかのそのデータセットがあって、必要な情報を分けてダウンロードできるようになっています。で、このタイトルを見てですね、必要な情報があれば、それをクリックしてダウンロードすることもできる。例えば、一番下にその病理情報っていうのがあって、この情報のデータセットを取りたい場合にはここの、ところがクリッカブルになっているんで、この、データセットの名前のところをクリックするとダウンロードが始まります。で、ただこれだけ見ても自分の欲しい情報がどこにあるのかわからない場合には、ここにその検索&ダウンロードっていう項目があって、でそこにもクリックできるようなクリッカブルになっていて、そこをクリックすると
そのデータの内容がこのような表の形式で、見て取れるようになっています。でこれはさっきも紹介したようにラトだっけ化合物を暴露したときに、どういった遺伝子発現の、発現パターンを示したであるとか、あるいはその、病理所見の情報、例えば肝臓が肥大したであるとか、そういった情報の、これはデータセットなんですけども、まあ、そういったものが必要な場合にはこの中身を確認をして、ここに、ダウンロードするページがあるんで、必要な形式の例えば CSV の形でデータが必要な場合にはこれをクリックするとその形でデータをダウンロードすることができますし、必要のない情報を省きたい場合には絞り込んでその部分だけダウンロードすることもできるようになっています。 OpenTG ゲーツには、その画像の情報が顕微鏡切片の画像の情報も入っていて、でそれをちょっと眺めたい場合にはここにその、フルサイズビューっていうのとダウンロードっていうのがどういった画像であるのかっていうようなことを、外観を見る場合には、これをクリックすると大きな画面が表示されて、その、どういった画像なのかっていうのも確認できるので、そういったことで必要な情報を見つけるってことができるようにもなっています。でこのデータベースアーカイブについては、まあ、先ほどその140種類150種類弱ぐらいのデータセットが今登録されているんですけども、まあ、どういったものが、まあ比較的よく、使われているのかというようなことを利用状況ということ、ちょっとこれ古いデータなんですけども、こういったその、まあ、5位ぐらいまでをですねリストアップして、まあ、こういったものがよく使われているなということも確認することができます。でこのデータベースアーカイブは、私どもそのデータを受け入れて、私どもが、代わりに皆さんの代わりにデータを公開するってこともしています。で私どものサービスの特徴は、データを長期的に安定的に管理して、公開をして差し上げるということです。NBDC でアーカイブの運営、独自のサイトの管理の付与、データをいただければ皆さんの方で管理していただく必要はなくて、私ども方で管理をいたします。で、まあ、特にですね、プロジェクトとかあるいはその大学の研究者の方々移動とかあった場合に、そのデータの公開が継続が難しい場合には私どもの方に預けていただければ長期的にその安定的にそのデータを管理をして公開をすることができるというようなサービスです。でまた、まあ、先ほど見てもらったように、メタデータを作成したり、あるいは、利用許諾の方で分かりやすいようなクリエイティング構造のマークを採用したり、することも、して、データの発見が容易になるような、ことにもつながります。また、最近はその論文においては、論文の種類によっては投稿した論文によっては、その研究の成果を公的なその、まあ、公的なというかそのデータベース、レポジトリみたいなものに登録をしていることを条件として求めていることがあるんですけども、いくつか の, その、論文誌において、まあ、私どものこのアーカイブのサービスが、公式 の, その、データベースのアーカイブ先になっているん で,、でまあ、論文誌の方で、そういったことを求められている場合には私ども方にデータを預けいただければ、その公開を、代わりに差し上げるということができるようになっています。で以上が私どもの その、サービスの、特に3つ今紹介したんですけども、まあ、これらのサービスといったものは、実はまあいろんなその省庁でやはり、それぞれのところで同じようなことをしていて、まあ、それを今まあ、私ども NBDC が中心になって取りまとめているんですけども、まあ、その統合的な省庁的なサイトというのもちょっとあって、ちょっと今回あまり詳しく紹介しませんけれども、integbio.jp っていうようなポータルサイトも、ありますので、興味のある人はまた見てください。で、5つ目、今紹介したその5つのサービスのほかに、私どもは、ここ数年の間にですね、人に関係するデータベースのサービス、ツールといったものを整備を、かなり力を入れて行っています。で、これについては、まあ、人のデータを取り扱っている方に対しては、まあ、やはりその人のデータを取り扱うということで、まあ、特別なその取り扱いの注意をする必要があるので、ちょっと切り分けて今回ご紹介するんですけども、まあ、2つのデータベースがあって、
今回紹介するのは人データベースというのと統合バーというデータベースなんですけども、統合バーについてはこの午後の講義の方で実際にそのご紹介することがあるんで、ちょっとその統合バーについてはその午後の講義の方に回していって、人データベースの方についてちょっと簡単にご紹介をしていこうというふうに思います。で、人データベースというのはコントロールドアクセスの必要な人に関係するデータを収集公開するものであって、日本で行われた人の関連研究の受け皿としての役割を持っているものです。で、現在公開のデータ数として今年の5月の末の現在で非制限の公開、要はオープンデータとしては26件あって、公開をちょっと制限してちょっと条件を設けているものについては84件あって、20万件のサンプルが今公開をされているといったものになります。で、人データベースについてちょっと長い文章で恐縮なんですけども、ちょっと紹介をしていくと、解析ユーズの発達に伴い人に関係するデータは非常に膨大になってきていると。それらを整理格納して有効に活用するためのルールや仕組みが必要である。人データの格納場所が今まではなかった。例えばアメリカの場合には DB ギャップというものがあったり、欧州では EGA というものがあったんですけども、それに国内の場合には対応するものがなかったので、人データベースといったものを今整備をしています。で、これがこういった背景があって、個人情報の保護に配慮しつつ人に関係するデータの共有や利用を促進するために、人に関係するさまざまなデータを共有するプラットフォームを設立をしたのが2013年になります。で、これは国立遺伝学研究所の DDBJ と協力して運営をしています。で、個人由来のゲノムデータの共有と個人情報の両立を可能にする共有のポリシーを NBDC が提供して、提供にあたっては研究参加者の同意と研究倫理委員会の承認が必要になって、その利用にあたっては情報漏洩を防ぐための情報セキュリティの対策を取っています。で、データ提供利用に関係する審査は NBDC が実施してガイドラインの整備であるとか公開をしています。人に関係するあらゆるデータが対象になっていて、二重に匿名化された情報のみをより詳細、を提供していて、より詳細な情報は共同研究を結んでいただいて、活用していただくというようなスタンスをとっています。また提供者に向けては、論文発表に必要な ID を発行するということをしています。で、これがその人データベースのその構造といいますか、その種類になるんですけども、非制限公開データ、要はオープンデータなんですけども、ウェブサイト等から制限なく公開されるもので、こういったタイプのデータがある。で、また制限公開データとしては、人データの審査委員会 NBDC の審査に基づき利用に可能になるデータの部分があって、あとはその公開待機のデータ、これはその論文の発表であるとか、あるいは、そういったことでちょっと公開がすぐにできないような場合について、一定期間の後、制限公開データ等に移動するための待機するデータといった、こういった3つの構成からデータベースがなっています。で、実際に皆さんその利用したり、あるいはデータの提供をされる場合には、こういったその道筋で行われるんですけども、ちょっと先ほどちょっと口頭で説明した内容をちょっと図したような感じになっています。基本的なデータベースの構造、ちょっとおさらいで紹介をすると、データの利用、データの提供、ガイドラインというような、こういったその入り口があって、それぞれ、必要に応じてこのページを開いて見て、開いていって、そのページにたどり着くというような形になっています。で、何度も繰り返しになりますけども、詳細については担当の者の方から紹介させていただくことになると思いますし、午後の方の統合バーというところでも、項目の方でも、プログラムの方でも、ご紹介があるかというふうに思います。その他のサービスツールについてもご紹介をしていこうと思います。あとまだちょっと時間があるので紹介をしていこうと思います。で、これは、先ほどもちょっと紹介したんですけども、DBCLS、ライフサイエンス統合データベースセンターというようなところで、行っているサービスについてご紹介をします。で、特にこのDBCLS と NBDC の関係といったものをちょっと混乱されている方もいて、中にそのバイオマツクスの専門の方でもどっちがどっちだっけみたいなことをよく言われることがあるんですけども、私ども今紹介している NBDC というのは JST の一組織になります。で、一方 DBCLS は情報システム研究機構
の方の一組織になります。ただ共同研究をしていて、さっきも言ったようにデータベース統合のための基盤技術の開発等を行っていたり、していますので、まあ、切り分けというのはなかなか難しいんですけども、まあ、大まかに、ざっくり分けると主にその DBCS の研究開発をすることになっていることが多くて、その研究の成果を私どもの方で公開をしたりサービスの提供をするっていうような関係に、まあ、大まかに言うとなっているのかなというふうに思いますけども、まあ、実際には研究開発を同じように進めているというようなことになるんで、まあ、そこら辺のこの2つの組織について、名前ぐらいはちょっと覚えて書いていただければというふうに思います。で、DBCS のいくつかその特徴的なサービスをご紹介していこうと思うんですけども、先ほどもちょっとご紹介した統合テレビっていったもの、これは多分ご存知の方も非常に多いと思うんですけども、データベースであるとかバイオマティクスのツールの使い方を紹介をする動画のコンテンツになります。で、今日今この講習会の内容も多分ビデオ撮影をしていて、まあ後々コンテンツとして、公開されることになるかと思うんですけども、現在1500件以上の、動画が登録されていて、日本語による説明が基本的に、なって、で、基本的に日本語の説明解説になっています。で、 YouTube からも視聴が可能で、でページとしては、まあ、統合テレビとそのまま多分 Google 検索をしてもらうとトップに出てくるんですぐ分かると思うんですけども、今非常にたくさんのデータの種類が入っていて、キーワード検索をしたり、その分類のタグの情報があるので、それを選んでいって絞り込んで必要なデータベースにたどり着くというようなことができるようになっています。で、もう一つ今日は紹介するのがパブケースファインダーって、これは非常に新しいサービスなんですけども、どういうものかというと、患者の症状を入力するだけで関連する気象難治性の疾患の候補を可能性の高い順に自動的にリストアップする医療者向けの検索のシステムです。で、なかなか今までですとその難病の診断なんか難しかったんですけども、まあ、それがこういったそのデータベースの中にある情報をうまく活用することによって、その病気のその症状から病気の関連を付けるというようなことができるようなサービスになっています。で、これも関心のある方はですね、ぜひ使ってみてください。で、 DBCLS のサービスはその他にも非常にたくさんのものがあって、 DBCLS というようなところでページを検索してもらって出てくると、そのサービスのページがあって、まあ、そこに今たくさんのサービスが提供されています。で、カテゴリーの情報があって絞り込みができるようになっていますし、対象するユーザーとしてデータベースの利用者、アプリケーションの開発者、大規模データ解析者、データ所有者みたいな感じで、そういったそのタグの情報もついているので、そういった絞り込みもできるようになっています。で、最後にですね、今後に向けてということで、ちょっと将来的な展望を含めて、ご紹介をしていきたいというふうに思います。で、これ皆さん見たことありますでしょうか。これ何度も紹介しているように、私どもそのデータの共有とかオープン化っていうのを進めているんですけども、そのデータのオープン化の段階を示す、この、図なんですけども、この方ご存知の方いますかね。ティム・バーナーズ・リーという方なんですけども、まあ、この人が提案しているオープンデータの段階を示す図なんですけども、この人はワールドワイドウェブを発明した方で、コンピューターサイエンティストで、オックスフォードと MIT の教授で、SAR の称号を受けられている方なんですけども、まあ、この例えばこういったそのウェブとかセマンティックウェブといった分野の、非常に大きな非常に有名な方なんですけども、まあ、その方がそのデータを公開する、オープンを高めていくにあたってどういう段階があるのかってことを示しています。で、簡単にちょっとご紹介をすると、データを公開するウェブ上で公開するにあたっては、一番最初は例えば PDF みたいなもので、要は機械が一応、読み取れるような形で公開するのが第一段階である。で、第二段階はExcel みたいな、アプリケーションを使って、そのデータを一応、編集できるような形で公開するのが第2段階であって、
第3段階は、この Excel のような特殊な、まあ、特定のツール、アプリケーションではなくて、もっと広くアプリケーションに依存しない形でデータを公開するのが第3段階、まあ、CSV の形で公開するみたいなものは第3段階で、4段階目が RDF、ちょっと先ほどちょっとその、アーカイブサービス、データベースの一括ダウンロードサービスのところで、データの形式として RDF という形式をちょっと、口頭で紹介したと思うんですけども、その形式で公開するっていうのが第4段階で、ちょっとこれは時間が多分あると思うんで簡単にご紹介をしますけども、まあ、そういった段階が経て最終的にその5段階目としてその RDF 形で公開するとともに、データの形式で公開するとともに他のものとどういうふうにつながっているかっていう情報を含めて公開してやるっていうのがこの第5段階目で、それがその、リンクドデータと最近言われているものです。まあ、これもちょっと最近いろいろ言葉として出てきていると思うんでご存知の方もいるかと思うんですけども、まあ、RDF という形式でもってさらに自分の持っているデータが他の人のデータとどういうふうにつながっているかという情報まで含めて公開すると、このデータのオープン度が満点になるというようなことを表しています。で今紹介した、RDF というのはリソースディスクリプションフレームワークというその、まあ、データの構造を表しているんですけどもデータを、簡単に言ってみると主語と述語と目的語の関係から書き表すものです。で、ここにあるように例えば DDBJ に登録された DNA 配列の、まあ、こういった ID があるものの、生物種が何々ですよというような、主語と述語と目的語の関係で掛け合わすものを、RDF という形で表しています。で、これは表形式のデータベースから変換するのは比較的簡単で、例えばその表があって一番左のカラムのところが、この主語のところになってその、各項目のところの、項目名のところが、述語になってその、接点のところが、その、述語になるみたいな、目的語になるみたいな感じで掛け合わすことができるので比較的その表形式のデータベースからも、変換が可能になってこれ非常にこの単純な形式なのでデータベースの統合が非常にしやすいというような特徴があって、最近、注目されているデータの、記述の仕方です。で、どういうことかというと例えば別のところで作られたデータであって、まあそうだ、この主語述語のところについては、主語のところについては基本的にその URI の形式で書く。要はこれ識別として URI はユニークなので、識別、URI を使って書く。で、述語の部分も、URI の形で記述する。で、目的の部分は、まあできる限り URI で書くことが望ましいんですけども、この文字列みたいな形で書き表すことができるというルールがあります。で、RDF では、このような三つ組みの形で書いていって別のところで作られた RDF データであっても例えば同じ URI が使われていれば例えばこれ寺院としてこのあるグループが作ったこの三つ組みのデータがあってまた別のグループがこういったデータを作ったときにここの部分が同じ URI であればその大きなそのデータベースにそのデータを格納することでそれがマージして一致して、まあ、こういった非常に大きなネットワークを構築することができるというのはこの RDF データの特徴で、新しい知識の発見とか推論する場合にはこのパスを探索することによってそのつながりから新しい関係を見つけに行くことができるというようなことがこの RDF データの特徴です。で、この RDF データについても私どもは、先ほどその、アーカイブという形で表形式の形でデータを、収録したり、公開したりしてますけども RDF 形式のデータベースの、まあ、レポジトリといいますかその公開利用可能な置き場を作っています。これは RDF ポータルと呼ばれているもので RDF データで書き表したデータのデータベースポータルサイトも用意をしています。まあ、以上で講師の内容は終わりなんですけども、先ほどもちょっとご紹介し、これはご紹介してないか、私どもこのサービスを提供するにあたってこの私どもの提供しているデータベースであるとか、まあ、様々なサービスに対してそれをなんかうまく活用して
何か新しいことができた、何か、貢献、私どもデータベースが貢献するようなことがあれば、その活用事例を、ご提供していただきたいなというふうに考えていますので、私どものページの方に、サービスのページの、このサービスのページのところの下の方に、お役に立ちましたかというような、窓口があるので、ぜひこういったものを、もし何か成果が出ましたらですね、ご協力いただければというふうに思います。